じゃあ行きましょう。改めて、めっちゃ早い。味噌本。そう、中がいなくなりそう。ワクワクしてきたぜ。火力とんでもねえ。もう一回黒本同じ街で。味噌本の移動が早くなる。そう、味噌本が早いんだよ。で、全員黒本。さあ、カオスだな。どうするか。どうなるかな。ほらワクワクしてきたぞ。ほらワクワクしてきたぞ。超やばそうだ。味噌本スーパー復活だ。復活だ。ワクワクすっぞ。大丈夫かな。マジで大丈夫かな。なんか当たり判定とかの設定してたら遅くなり申した。あ、なるほどなるほど。あの見た目とかを返したんだね。見た目ってか、あのなんだろう、設定の方言ってたんだね。頑張りましょう。おらワクワクさんだぞ。ワクワク、ええー、マジでゴロリ連れてこなきゃ。でーてて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 、よっしゃ行くぜ。とりあえず勝ち残りてえな。おらワンワンだぞ。やべ、ここ生き残れないって。復活させてくれ、復活させてくれ、頼む。やったぜ、復活した。やばい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 、外回りがやばい、外回りがやばい。お、やったー、勝ったー。じゃあもう一回やろう。不正じゃない。さっきより早いだと。あっという間すぎる。ちょっとでも場所だけ変えようか。なったら B も引く派閥でスピードアップやで。そう。あ、じゃあここにしましょう。あのマックススピード、イダテンワールド。あの足だけめちゃくちゃ速い。味噌ボンもスーパーなんで。俯瞰するんだ。ここで黒ボン待ちしましょう。じゃあそれを今日ラストにするか、時間的に。黒ボンマッチでーす。ラスト。ギンギンパワーはやっぱ面白いけど、あのなんだっけ、壁がないから速攻で勝負ついちゃうんだよね。イダテンワールドじゃねえや、ここなんだっけ、マックススピードか。もうダメだ。スパボンの記憶が。この黒ボン黒光りしてるな。黒光り。G みたいな扱いやめろ。あ、でもスパボン、マジや、頭の中スパボンだわ。ゴキボン、ゴキボン、マジゴキボン。なぜ黒ボンでこのワールドにしてしまったのか。勝つぞ。ここ最初からスピードマックスなんで、みんな気をつけてね。まあそれ以外は初速早いんだよな、多分。ジョージ。さあ頑張ろう。ジョージ。で、やべ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 。一人やるやついると思った。絶対いると思った。絶対いると思った。即死して味噌ボンすぐ行くやついると思った。やめろ。くそー、くらえ、俺の味噌ボンをくらえ。入れ替わりが激しすぎる。入れ替わりが。いや、やばいやばいやばい、あの人めっちゃ強い。どれか分かんないけど。どれが誰だか分かんないけど。復活しまくりだ。なんて入れ替わりの激しい戦いなんだ。なあ、復活できねえ。復活できねえ。
いいの感が別ゲー。よしよしよし、復活したぞ。火力がね、いやボムもね、うわあ、くっそ、くっそ、ちくしょう。俺を復活させてくれ。復活させてくれ。復活させてくれ。やばいやばい、終わる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 。復活させてくれ、復活させてくれ。だあ。さあ、コドコロさんとナナヤさんの一騎打ちになりましたね。さあ、お互いパンチあるのかこれ。パンチ、キック、グローブがなさそうだが。どうなる？やばい、お互い決定打にかける。復活に復活を重ねた結果。やばいな、味噌ボンスーパーマジやばいな。あ、でも火力すげえ高いぞ。隠し持ってやがった。どっちがどっちだかわからんけど、あっちの青い爆風が出る黒ボンの方が若干火力が高い。若干というかフルファイヤー。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あの子、あーコードコロさんだ。大変すぎる。これは勝てませんな。火力高かった。あそこ、これあ、マジで。すんごいあやされちゃった、流れてんだけど。何これ。みんな撃ってる。こんな撃てるもんなんだな。